ファビアン・クロスは、ドイツ・ニーダーザク選手ギルホルン出身のサッカー選手。ブンデスリーがアルミニア・ビーレフェルト所属。ポジションは FW。2005年に、地元・ニーダーザク選手の地域リーグで、プロキャリアをスタート。2009年に、VFL ・ボルフスブルクと契約し、2年間 B チームで、プレー。2シーズンで22ゴールを決めたものの、トップチーム昇格までには至らず。 2011年夏、当時、ドリッテリーガで戦っていた、アルミニア・ビリー・レフェルトと契約。加入後即、エースストライカーに君臨し、2012から13シーズンはサンブリーグで優勝。2014から15シーズンこそサンブリーグでの戦いだったものの23ゴールを記録。2015から16シーズン以降は、スバイテリーガに定着。 2019から20シーズンは2部リーグで優勝し、2008から09シーズン以来のブンデスリーガ復帰が決定。クロスは同シーズン21ゴールを決め、2部リーグ得点王を獲得し、キッカー選定の2部リーグベスト11にも選出。実質9部リーグでプロデビューしたクロスは、プロ16年目にして、念願のブンデスリーガでのプレーが実現することになった。 ありがとうございます。